キッズアナウンススクール、あいうえお体操や早口言葉に挑戦など、楽しみながら学べる発音・発声レッスンです。話すことが楽しくなる、進んで発表できる、そんな風になってもらいたくてレッスンを行ってます。話す言葉を大事に相手に伝える、そんなことができる大人になってほしいと思ってます。まずは楽しく声を出し、自分の声を好きになること、それがいつしか自信へとつながっていきます。口の開け方が面白かったです。君たちの思いが大きな声になって未来へと響き渡りますように。約束にまっすぐ県民共済。